ありがとうございます。コペンギンです。今回は初めて音声による動画を配信させていただきます。初めての音声動画でお気苦しい点もあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画の目的なのですが、今回の動画のテーマ、目的は、 前回公開しましたハドソンのファミコン参入の道という動画を作成させていただいたんですけどもこれでいろいろコメントをいただきましてそれについてちょっとご案内したいと思ったんですねでその中で多かったのがなぜハドソンのファミコン参入の道という動画を作成したのかそしてこの動画の作成した情報源って何なんですか っていう部分結構ありましたということで今回は、えー、なぜこのハドソンのファミコン参入の道とい動画を作成したのかそのきっかけは何っていうのとその情報源ってどこから見つけたんですかっていうことをご案内したいと思いますはいではまず最初のテーマであるハドソンのファミコン参入の道とい動画をなぜ作成したのか ということなんですけども、私、あの、以前、任天堂のファミコン誕生についての動画を作成させていただいたんですけども、これは、あの、任天堂がどのようにファミコンを開発したのか、っていうことを中心にした動画だったんですけども、この動画を作成し終えたときに、ちょっと疑問が湧いたんですね。なぜかというと、ファミコン、当時、 ニンテンドのファミコンは1983年に発売されたんですけども、この当時のファミコンのゲームってどうやって開発したんだろうっていうのがちょっと疑問に湧いてきたんですよ。えー、っと、ニンテンドの宮本しげるさんとかは結構あの、マリオとかドンキーコングの開発についてのインタビューっていう記事が残ってるんですけども、えー、サードパーティーの 会社のの方がどのようにファミコンを作っていたのかファミコンのゲームをどのように開発していたのかっていうのはちょっとわからなかったのとすごく疑問だったんですよで。それなのでちょっとこのサードパーティーであるゲーム会社がどのようにゲームを開発してい,るのかしていたのかっていうことをちょっと調べてみることにしました。 ということで、最初は本を探してみたんですけども、ほとんど今から40年前の出来事なんで、ほとんど本は見つかりませんでした。なので、ちょっとインターネットで調べてみようということで、インターネットでちょっと調べてみたんですけども、ところが、全く見つからない。全然情報がないんですね。 えっと、今のパソコンでファミコンのゲームを作るっていう結構、ホームページは結構あるんですけども、当時1980年代の頃にの方で、どのようにファミコンのゲームを作っていたのか、どのようなパソコンで、どのような開発ツールで開発していたのかっていうのは全然出てこなかったんですよ。で、ちょっと、 どうしようということで、いろいろ調べてみると、ちょっと見つかりました。というのは、えー、HP64000 というコンピューター、まあ、パソコンなのかコンピューターを使ってゲームを開発していたっていう情報がちょっと見つかったんですね。これをちょっと HP64000 って何っていうので、ちょっと調べてみたら、ヒューレットパッカード社製の HP64000 というのがあって、当時数百万するすごい高いコンピューターなんですけども、どうもこれを使ってファミコンのゲームを開発していたよっていう情報がありました。で、これを使って開発した会社が、当時アーケードゲーム最大手であるナムコ。このナムコがこの HP64000 を使って、 えー、アーケードゲームの開発もしていたみたいなんですけどもあの名作ゼビウスはこの HP64000 を使って開発されていましたそしてファミコンのゲームの解析にもこの HP64000 を使っていたっていう記事が見つかったのでこれでちょっと、えー、でですねちょっとナムコと HP64000 という情報をもとにちょっとさらに インターネットで詳しく情報が調べられるんじゃないかということで、えー、ネットで、グーグルで検索して調べてみたんですね。そしたら、一部情報が引っかかりました。えー、なんとツイッターで、えー、当時のナムコの開発のプログラマーだった方の情報が見つかったんですよ。で、こういうツイッターの方で結構詳しい 当時ファミコンってこういう風に作ってたんだよとか、えー、ファミコンをナムコがゲーム解析をした時にどのような方法でやっていたのかっていうことも結構詳しく書かれてましたところがあの結構プログラマーの方のツイッターなので専門用語とかあとやっぱツイッターので断片的な情報が多くてなかなか内容を理解するのが難しくて えー、ちょっと苦労したという記憶がありますね。そして、その中でちょっと、あの、記事の中でたまっ、よく出てくるのが、ハドソンっていう単語がよく出てくるんですね。ハドソンハドソンっていうのは、まあ私の記憶の中では、あの、ハドソンっていうのは、あの、まあ、ファミコンのゲームのメーカーの中の一つで、まあ、 私のイメージでよくあるのは、ボンバーマンと、あとは、スターソルジャーとか、あと高橋名人のイメージ、あと桃鉄とかのイメージしかなくて、そんなにあの、すごい、あの、メーカー、ゲームメーカーっていうイメージはなかったんですけども、ツイッターの中で結構出てくるのは、あの、ナムコが最初、ファミコンに参入するにあたって、 ミコののゲームの解析を結構していたんですね。でその時によく参考にしたのが任天堂のゲームとあとハドソンのゲームをプログラム解析していたっていうことが出ていましたでよくよく見るとナムコのプログラマーは結構ハドソンについて結構重きを押してるというかあのー、一目を置いてるいう っっていうのがちょっと分かってきたんですね。ということで結構ハドソンって何者っていうことでここであのハドソンについてのちょっと興味が湧いてきたんですそしてハドソンについてちょっと調べてみようかなっていうことがまずハドソンっていうものに興味を持ったきっかけですということでちょっとハドソンについて調べてみようと思ったんですよ で、ハドソンについての資料というのが、これがまたないんですね。つはハドソンってもう2000年代になると、あの、吸収合併されてしまって、事実上ほとんど存在してない会社になっていたので、えー、記事がほとんど見つからない、ウキペキアぐらいしかなくて、えー、どうしようということになってしまったんですよ。これで困ったと思って、 てたんですけどもそこでちょっとあのー、以前あのー、動画でシャープの X68000 の動画とかを作っていたりあと過去のあのー、日本の名機であるパソコンについていろいろ調べてた時があったんですけどその時にハドソンって出てきてたんですよでちょっともう一回調べてみたら あハドソンってシャープの X68000 の OS 開発にも協力しているっていうのとあと以前の X1 っていうシャープの、えー、Z1 ですかねっていうあのパソコンがあるんですけどもどうもシャープのパソコンでハドソンって結構共同開発とかソフトの開発をすごくしているっていうことが わかりまして。あれ、ハドソンってゲーム、ファミコンのゲームの会社じゃないのと思ったんですけども、意外にパソコンに関してもすごく開発をしていた。ましてや OS の開発までしていたっていうことにちょっと驚きました。で、もう一つは、私も思い出の深い、あの、PC エンジンですね。で、PC エンジンって、あの、NEC が発売した、 えー、80年代、1980年代の名作ゲーム機なんですけども、実はこの PC エンジンの開発にも、ハドソンはハードとソフトを両方に大きく開発、強度を開発をしていて、逆にハドソンが手動でハードとソフトの開発をしていたっていう記事もあったんですね。ということで、ちょっとハドソンについて、ちょっともっと、 もしかしたら、この時思ったのが、1980年代のハドソンって、すごい技術力のある会社だったんじゃないか、っていうことですね。もしかしたら、パソコンのオフェスも開発でき、ハードソフトにも精通した技術集団ではなかったのかな、っていうのが、もしかしたら、ハドソンってすごい会社なんじゃないか、っていうことがありました。 ところが、まあ、情報っていうのがほとんどなかったんですけども、ところがですね、ちょっと、ハドソンについていろいろ調べてみると、えー、面白い記事が見つかりました。あるブログの記事なんですけども、これが1980年代のハドソンのゲーム開発状況とか、 あと、ハドソンにどういうスタッフがいて、どのように開発していたのかっていうのを事細かに書かれているブログがあったんですね。これは面白いと思って、すごく読み進めていきました。と、すると、このブログなんですけども、これ、岩崎弘正さんっていう方なんですけども、この方、あの、今もフリーライターで結構、あの、ゲームの記事を書かれている方なんですけども、 この方は実は1980年代にハドソンで働いてた方なんですね。そしてあの PC エンジンの名作、イースとか天外魔鏡などの開発にも関わっていた方で、えー、すごく当時の1980年代のハドソンについて詳しい情報が書かれてました。 あの私があの動画をゲーム動画の作成をするときにすごく参考にしているのはやっぱり当事者の,あのインタビュー記事なんですよあの第三者の記事ってあんまり参考にならなくてやっぱり当時開発していた人のインタビュー記事っていうのがすごく参考になりますそれで今回の岩崎さんのブログはすごいあの当時のハドソンの あのー、開発状況とかを詳しく書かれていたんですねでその中でハドソンのファミコン参入についての記事も、あのー、詳しく書かれていたんですよ多分今インターネット調べた中で最も、あのー、詳しく書かれている記事でしたはいところが、まあ、この記事すごく 参考になって面白かったんですけども、で、これを参考にというか、この情報があれば、ハドソンのファミコン3人についての動画は作れるんじゃないかなと思ったんですよ。で、あのー、ちょっと問題があるというか、あの動画を作成するために、ちょっと脚本を作ろうと思って、脚本を作っていったんですけども、 でそこでちょっと問題が出ました。というのは、やはりあの、岩崎さんの作られたブログの記事ってすごくあの詳しく書かれていて、いいんですけども、あのどうしても作成するにあたり情報が足らない部分とか、えー、作ってるうちに、あれここってどうなってるのっていうのがわからなかったり、あと、やっぱハドソンについて僕があんまり詳しくなかったっていうのもあったんで、それで、 ハドソンについてのちょっと情報を全部整理して、えー、年単位でどういうことが起こってっていうのを、えー、全部調べ直して、ちょっと事実関係をいろいろ検証しながら、ちょっと脚本を作っていきました。はい。はい。ということで、えー、ハドソンのファミコン参入の動画については、 えー、岩崎さんのブログをベースに、それから、えー、ハドソンに関するインターネットで仕、まあ、知れる情報をすべて書き集めて、それからそれを整理して、えー、作ったのがこの動画になります。えー、そして今回ちょっと最後に、えー、今あの、私が集めている1980年代のゲーム、 メーカーで、えー、資料集めができそうな、えー、会社さんについて、ちょっと、ご、ご案内したいと思います。えー、まず、資料集めができそうな、情報収集しやすい、え会社なんですけども、2つ目がやっぱり、任天堂ですね。で、任天堂さんのホームページの方に、 あの、インタビュー記事とか結構載っていて、えー、ちょっと数は少ないんですけども、えー、貴重な、えー、宮本茂さんとか、当時の開発した方の、えー、当時のゲーム開発についての記事が、まあ、数は少ないんですけども、えー 収集すす。ることができます特にあのドンキーコングとスーパーマリオについては宮本さんは結構語られているので、えー、この辺は結構もっと調べることができるかなぁと思っていますただその代わりそのゲーム以外のファミコンゲームについてはあんまり語られてないんですよね資料がすごく少ないんですね えー、一部あったのが、あの、懐かしいバルーンファイトの開発、ゲームデザインをされた方の資料とかが一部あるぐらいですっごく少ないので、当時の任天堂のファミコンゲームをどういう風に作っていたかは、えー、当時の任天堂の怪しさの言われた発言を細かくあの資料を拾っていった で、ま、なんとか分かってくるかなという感じですね。はい。ただ、任天堂さんはある程度、あの、記録を残されてるっていうところがあるんで、さすが任天堂だなっていうふうに思います。で、二つ目が、えー、当時大手のナムコですね。ナムコはただ、結構あんまり資料はないです。ただ、あの、パックマンについては、あの、当時パック クマンを作られた方の資料っていうのは結構、えー、何千、二千ページぐらいのインタビュー記事っていうのがあるんですけどもそれぐらいでなかなかちょっとナムコもなかなかあの1980年代のゲーム開発について、えー、集めるのは結構大変かなと思ってます、えー、次にハドソンハドソンはまあ今回 動画で説明させていただいた通り、岩崎さんのブログが多分一番詳しくて、あの、貴重な資料になるかなと思ってるんですけども、えー、ただ、あの、なかなか全ての資料があるわけではないんで、まあ、そこからちょっともうちょっとハドソンについて、えー、の方の資料集めができるかなと思ってます。はい。 で、もう一つは、まあ、あ任天堂のライバルだったセガですね。で、セガについては一度あの動画を作成させていただいたんですけども、セガに関してはあの、セガのハードを開発していた、えっと、確か佐藤さんっていう方ですかね。これ社長になられた方なんです、その方のインタビュー記事があの、3000ページぐらいの結構膨大なインタビュー記事があって、それをもとにだと、 あの、受るかなあのー、記事が。それをもとに、まあ、動画の方も作成したんですけども、ただ、それ以外の記事がないんですよね。あのー、当時のセガのゲームってどういう風に作ってったのっていう記事ってすごく少ないです。なので、ま,あ、また資料が集まれば、またセガについても動画作っていき,ていきたいかなと思ってます。で、あとはわからない。 えー、メーカーなんですけども、えっ、ー、とですね、この任天堂、ナムコ、ハドソン、セガ以外は正直ほとんど分からないんですよ。例えば、有名なのとタ,タイトーとか、カプコン、コナミ、ジャレコとか、当時、ファミコンのゲームを誰がどのように開発したんっていう資料がほとんどないんですよね。なので、あので、ー、あ もし何か資料があればなんか動画のコメントに書いていただければと思いますけどもさすがに1980年代って今から40年前のことなのでなかなかのインターネットでも資料がないで本も、えー、一部あるんですけどほとんど絶版になっておりまして、えー、なかなかまあ あの当時の1980年代のゲーム事情を、えー、再現するというかそういうのは結構大変だなっていうのをちょっと最近は感じておりますはいということで今回の動画は以上になります、えー、またあの動画の作成していきたいと思いますのではい今回は以上でございますご視聴ありがとうございました